それで、用事って。今日はホワイトデーでしょ？だから、一応バレンタインのお返しを用意したの。かなでにはお菓子をあげたんだけど、真冬のは桜のポストカードにしたから。桜？そう。これから桜の季節になるでしょ？それに、前にみんなで桜を見たとき、結構熱心に見てたし、いいかなって思って。私もちゃんとしたお返しを用意しようと思ったんだけど、あんまりいいものが思い浮かばなくて、真冬のことを考えながら作った曲をプレゼントさせてほしいな。ありがとう。この後戻ったら聞かせて。それと、後で私からのお返しもみんなに渡すから。うん。お返し。ミク、どうかしたの？私も、みんなからチョコをもらったから、お返ししたい。でも、歌うくらいしか、できない。え？歌すごくいいじゃん。ミクならではって感じもあるし。うん、僕もいいと思うな。じゃあ、歌いたい。真冬も、奏も、いい？ミクがそうしたいなら。うん。じゃあ、歌おう。角が立たないように、きっと
の間にか賑やかになってる。本当だ、みんな聞いてくれてたんだね。盛り上げてくれてありがとね。かなでたちにお返しできてよかった。ありがとうミク。バレンタインのチョコ嬉しかったから。忘れる前に私も桜のポストカードを渡しておこうかな。自信作だしね。エナが書いたポストカードなんだ。だったら何？なんか文句あるわけ？ああ、美味しいガトーショコラみたいにしっとりしたいい感じの空気になってたのに。だって真冬が。いつもと同じ。うん。でも、これはこれでちょっと安心するね。あ、やあみんな、いらっしゃい。ちょうどよかった。ミクたちもバレンタインのお返しに歌うところだったんだ。よかったら、みんなも聴いていってよ。じゃあ、早速行くよ。みんな、聞いてくれてありがとう。なんとなくだけど、二人ともいつも以上にノリノリだった気がしたわ。だって、バレンタインのお返しって、三倍返しなんでしょ？だから、ちゃんと気合い入れなきゃねって、さっきもカイトと話してたんだ。歌う前に、二人で何か話してるなって思ってたけど、そんなこと話してたの？実はそうなんだ。三倍で返さないといけないの？ってレンに聞かれたから。気持ちがしっかりこもっていれば大丈夫だよって話したんだけど。なるほど。それで三倍になるように気合を入れてたってことね。ふふ、レンとカイトの気持ちはちゃんと受け取ったよ。本当？よかった。そういえば、みんなはお返し、ちゃんとした？こういう時じゃないと、
普段もお礼とか言えなかったりするし、ちょっと頑張ってみるのもいいと思うよ。気合を3倍込めてくれた麺みたいにね。そう、そう。ありがとうって言葉にするだけでも、気持ちはしっかり伝わるよ。それに、気持ちを伝えた自分自身も、不思議と温かい気持ちになれたりするしね。春はまだ先だけど、みんながポカポカなホワイトデーを過ごせるように、祈ってるよ。それじゃ、またね。